上皇寺は、東京都葛飾区東四次一丁目にある、天台宗の寺院。木下川薬師として知られる。寺に伝わる、青、辰山薬師仏像演技によれば、当寺院の創建は、仮小二年、下谷国大寺寺の僧、高里氏が、当地に営んだ草案であるという。高里氏は、最長の策と言われている、薬師如来像の安置場所を探していたところ、 下宇佐国紀根川において、小沖那という老人と出会い、縁あって当地にあったその老人の草案にその薬師如来像を安置することになったという。その後、当時浅草の浅草寺にいた縁人の命によって、上岸2年、総警官がその草案を寺院とし、上皇寺と合したという。その後、鎌倉時代や室町時代になると戦乱に巻き込まれ、何度も後輩したが、 関東官令、上杉憲りなどの時の権力者の尽力により、幾度も復興した。戦国時代になり、徳川家康が江戸に入ると、五国の主因地を与えられ、格式のある寺院になった。江戸時代になると、徳川幕府の歴代将軍から祈願書とされ、毎年、将軍家による第三を受けるなど、江戸幕府からも厚い信仰を得た。徳川吉宗の時代には、寺は、 高刈りの際のごぜぜに定められた。また、幕府の寺受け制度により、浅草寺と本末関係を結び、浅草寺のマッパ筆頭になるなど、江戸近郊でもよく知られた寺院になった。また、江戸市中の人からも、本尊の薬師如来が霊言新たかだとして、病気平友の祈願書として、多くの参詣者がいた。他に、柿椿の名所としても知られていた。幕末には、 幕臣の勝海州も当寺院をしばしば訪れ、西郷高森る根碑の根流や、直筆の書も当寺院に残している。天保年間に本堂等が消失したものの、明治時代に復興。約3000坪の敷地内に本堂、薬種堂などがあり、参経者は途絶えなかった。大正8年、1919年には荒川放水路の改作のため、現在地に移転。 その後の関東大震災や太平洋戦争によっても被害を受けたが復興。また平成に入り、1995年には旧地にあった二王像を修復の上当時三門に移転。1998年に新薬師堂が竣工した。本尊の薬師如来は12年に一度だけ開長される。目木下川薬師付属薬師幼稚園。ありがとうございます。